ゆうきさんが詰めてるのってちゃんと答えてるのかはぐらかしてるのか明確にしてくださるのが良さだと思うんですよ。でもそれが判明した瞬間それ以上やるとしこりが残るし、なるほど、いや初めて伺いましたとか、なんか平石さんのですね、はい、走り力お話をお伺いできればと思っております。ありがとうございます。ファシリテート何って聞かれたら、はい、聞く力ですね。アナウンサーは喋る力と思われてますけど、はい、意外と聞く力の方が大事だと思ってまして、台本に書いてるものとかよりこっちの今の話が方が面白いと思ったらもう全然 OK、 もうそれで広げていって、あなたはどう思いますか、どうですかってどんどんやっていく。すごい熱くなりすぎてしまうとか、食べりすぎだなこの人みたいな人っていると思うんですけど、うんうんうん、はい、そういう時ってこうどうやって対処されてますか。芯を食ってて、はい、みんなも聞いていたいって時にはそれは大いにありだと思うんですよ。明らかにずれてるとかループしてるとか話してる内容が、はい、そうした時はすいませんと、ご意見を受け止まりました、他の人にも聞いてみましょうって割って入る本当にひどいなと思ったらマナー違反ですと。はい、ひろゆきさんとかはさっきおっしゃってた感じで言うと、うん、どうなるかわからないんでヒヤヒヤしてますよ、はい、いつもヒヤヒヤしてますけど貢献度高いと思います。貢献度、うん、例えばハンコ議連がなぜハンコが必要と言ってるのかっていうこの一点の質問に対してきちんと答えが返ってくるかみたいなところをひろゆきさんは詰めるわけですよ。ただなぜ必要なのかきちんと聞きたいだけなのに、答えがずれてくるとやっぱりそれはひろゆきさんが何度も突っ込むと、うん、で結果的にはないのかなとみたいなことがぼやっと見えてくるとおかしくなっちゃうんで、分かりましたと引き上げるんですけど、ひろゆきさんが詰めてるのってちゃんと答えてるのかはぐらかしてるのか答えられないのか明確にしてくださるのがひろゆきさんの良さだと思うんですよ。でもそれが判明した瞬間それ以上やるとしこりが残るし良くないことだと思うんで、そこで分かったらもう引き取ると、ひろゆきさん分かりましたと一旦こちらで引き取りますと。止めるコツとかっていうのはあったりするんですか。これはですね、相槌を打ちながら引き取るっていうのは、そうですよねとか、へえなるほど分かりましたとか言ってるとなんか終わりなんだなと思うっていう、グループトークの中での相槌は司会者にとってはものすごく有効な手段ですよ。強く出したり弱く出したりもそうですし、奪い取る形出したり展開させたり他の人に流したりとか、もう終わりですよってやんわりもうあなたの言ってることも分かりましたよって感じを、そうですよね、なるほど、いや初めて伺いましたとか、ね、長くするのが、そうそうそう、相手が言ってるのに、はい、うるさくならないぐらいにかぶせながら言っていく、フェードインしていく、フェードインしていく、なるほど。そうするとさすがに相手もあそろそろ終わりなんだなって分かるっていう、これはすごく大事で、だすごく喋りすぎる人にも有効だし全然喋んない人にも有効です。これは議論が進んでいったりすると、うん、白熱して空気が悪くなることとかってあると思うんですよ。あります、ね、あります。そういう時どうしたらいいのかっていうのを教えていただきたいんですけど、反対の意見をぶつける形を取るときは答えが出ないですし、どっちみち特に組織を背負ってくると組織の人が見てるんで負けられないと、より強く出るし相手を攻撃するような感じになるんで、あらかじめまずお互いにリスペクトしてやっていきましょうねと、意見は意見ということを先に言っちゃうのもありますね。そうしないと本当に個人攻撃になりやすいんで、会議とかだとどうしてもこう空気が悪くなると、うん、ポジティブな空気にするみたいな、はいはい、ってありますかね。多分ムードメーカーがその中にいたらもうその人に振るっていうね、例えば向井さんがいると、向井聡さんいると向井さん振れば、お笑いの方とかねすぐ変えてくれるんで、うん、そっちに持っていく、あるいはもうどうしようもなかったら自分が身を削るしかない、いやもうこれちょっと難しいですねとかガーみたいな、ちょっと笑いにしちゃうというか、うん、ちょっと一回変えましょうかとか言って話変えますかとか、全然違う方向に持っていくっていうか、最初に喋らせるのは重たいと思うんで、しばらくやってから、どうですか何々さん、ここまで聞いていて何か思うとかありますかとか、ゆるく投げてあげるとかしてあげた方がいいのか、間を埋めてあげることですよね。司会者が相手が喋りにくいときは、いやそうですよね、私もなそう思ったりするんですけど、いやそれにしてもどうでしょうか、まあこういうケースもある一方で例えばですねとかなんか言ってると相手も考える時間が取れるんで、あえてそういう本来ならいらない言葉をたくさん積むっていうか、でだん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 ほぐしていくっていう方法はあると思います。喋り出すことへのこう不安感ある方もいるんでしょう、ね、そうですね、だからそれで答えてくれたことを、あそうですか、ご飯が好きなんですかとかね、あパスタですか、パスタいいですよねとか、なんかリピートしてあげて、どういうパスタですかとか、なんか掘っていくとかやる感じですかね、はいはい、あとは会議で喋らない人が多くても、はい、皆さん必ず一度は振りますから、好きに言ってもらって結構ですから考えておいてくださいねと、
新人アナウンサーがいるんですよ。で彼女らにもいつ来るかわからないからいつでも言えるようにしといてねと、で自由に言ってもらっていいと、流れ変えてもいいと、今までと違うけどいやおっしゃる通りですよねとか言って、それにしてもずっと考えてたんですけどってこれだけ言葉つければもう全然話変わってもいいと、面接とかでもそう思ってて、答えられない時にはなんか言いながら自分の土俵に持っていくと、用意してあるプラン A プラン B プラン C みたいなあったら、聞かれた時に答えにくかったらプラン A の志望動機を答えるとか考えてて、その点についてはもうおっしゃる通りで今もずっと考えてるんですけど、一方で私はこの会社をそもそも目指したのはこういう経緯がありまして、で結果的にはこういうふうにしたいなと思ってるんですみたいに言ったら、いつの間にか質問には答えてないけど、なんか身のあることを答えてることになるんで、結局身のあることを答えるにはそれなりに考えてないとできないと思うんですよね。掛け合いの中で引き出していく面白さもあるんですけど、やっぱりすごくコアな自分の考えが人も聞くに値すると思うんで、やっぱりそこに無理やり持っていくしかないと思うんですよ。だから会議でも言わされたが一番辛いんですよ。思ってもなかったことを絞り出してみたいになっちゃうと良くないんで、クローズな質問を答えにくい人にするのは悪なんですけど、それに無理やり答えるのも悪だと思いますね。のらりくらい言いながら自分の答えやすい話だけしちゃって逃げるっていう風にした方がいいと思います。リモートになってファシリテートってより難しいなっていうのをありますね、ずっと思っていて、ね、そうですね、相づちですね、さっきも言ったんですけど相づちはものすごく重要だと思います、はい、特に初めて出演される方とか、これちゃんと聞こえてるのかなとか、はい、こういう話でいいのかなとかって思うと思うんで、はい、へーとかなるほどとか、みんなが言うとうるさいんですけど、司会者はそれをやってあげるというか、やると話しやすくなると、かぶせ気味にもうやっていいんだろうなと思いますね。リモートこそ喋りにくいんで、熱量のある人、熱意のある人にもう発言の優先権はあると、はい、ずれすぎてるときはもちろん戻しますけど、そうじゃない限りは熱を持ってる人に喋らせるっていう。リモートだと指名して喋らされてる感っていうのがすごい出ちゃうなと思って、はい、みんな聞きますよと、基本的には聞きますよっていう手を取っとけば振っても全然問題なくて、むしろ用意したのに喋れなかったってなるぐらいだと思うんで、1回は言ってもらう手にしといた方が緊張感はあるんだろうなと思いますね。平石さんっていろんな方のいろんな意見にこう揉まれてても、はい、あんまりこう動じない、そうですかね、メンタルが強いのかなと思ったんですけど、いや弱いんですよ。そうですか、強そうに見えます、はい、メンタル弱いですね、弱いよねなんでこれ本当に強いと思いました、思ってないでしょ、いつも終わってから言い過ぎちゃったいやそれはある、それはある、それはあるね。いやでも自分がその平井さんの立場だったら、はい、あんなこう激論の中で、はい、もう間に立ってらんないなって思うんですよね。あ、そうですね、だから身を削ってるなと思いますよ。盛り上がらないときは自分が身を削るしかないと思ってるんですよ。自分が盛り上げるとか、ちょっとエッジの立ったことをあえて言うとか、踏み込んだ発言をしないと盛り上がらないときがあるんで、それを身を削ってやってるんですけど、お前言い過ぎだみたいなコメントがいっぱい来るから、あ言い過ぎちゃったなみたいなそれはよくあります。本当に番組をつつがなくやるのはダメなんですよ。台本通りは最低ラインで、それを超えて面白いかと、もうすごい悲しくてもいいんですよ。つつがなく進行して、うん、あ普通に終わりましただと、ダメ、もう全然ダメ、言い過ぎちゃったいい、ね、また言い過ぎた。深夜の25の YouTube チャンネルでは10分で学べて仕事や人生の活力になるようなインタビュー動画をお届けしています。今は情報が簡単に手に入る時代だからこそ、実際に行動できる人が強いと思ってます。行動すれば自分の可能性に気づいて視野が広がったり、失敗も必ず次につながる資産になります。深夜の25はそういう思いで、皆さんが一歩を踏み出すきっかけを提供したいと思っておりますので、自分の仕事や人生もっと楽しみたいという方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。